今日、待ちわびたファンの前に姿を見せたのは、8月に生まれたレッサーパンダのオスの赤ちゃん。まだまだ甘えん坊です。生まれた時の体重は140グラムでしたが、今では2.1キロと大きくなりました。公開初日はこの人だかり。愛知県から遊びに来ました。2個の親子ですね。今日から公開ということで楽しみにしてきました。思ったより順調というか、元気に育って大きく育っている感じに、見えますね。先ほどまでは元気に動き回っていたのですが、現在は眠っているようです。疲れたんでしょうか、動かないことも。寝てて動いてるところ見れなかった。降りたりするのを見たかった。コロナ禍で来園者数が減っている日本平動物園、レッサーパンダの赤ちゃんに期待しています。赤ちゃんの方もね、怖がらずにガラスの前に出てきてくれているので、見やすい状態になっているかと思います。やっと緊急事態宣言が明けて、たくさんのお客様ご来園いただける状態になった中での公開ですので、たくさんのお客様に本当に見ていただきたいなと思っています。赤ちゃんの名前はまだ決まっておらず、現在投票を受付中。カズノコ、スマイル、ツナ、アロン、マクラの5つが候補です。枕がいい。だってふわふわしてるから。愛くるしい姿、早くも動物園の人気者になっています。